アイテム収集を諦めて、じゃあ先進みますか。確かね、ここに飛び込めばよかったはず。ほう。これは戻るんやっけ。緑は戻るんか。あ、ここあれじゃね、100エーカーの森やってないから、100エーカーの森いけんのじゃない？どうやったっけ？ちょっと大丈夫かな？いけるかな？100エーカーの森行ってねえけど、100エーカーの森行き忘れてるんですけどね。まあいっか、行ってみっか。アイテム欲しいね。合成アイテムはしっかりもらっておきたい。こいつら倒さんでもいけたっけ。倒さんといかんのやったっけ。でもせっかくエンカウントあるんやし。緑は戻っていく方向。魔法使いばっかりやね。これ奥は進めないんでしたっけ。あれ出てきたし。奥が帰る道か。やべえ、どうしよう。100エーカーの森行ってないことが結構。ちゃんとやりますよ、100エーカーの森も。ちゃんとやりますけど、今ここで100エーカーの森、どうなんやろっていう。あ、宝箱どこや。あれ、ないっけ。あ、足元にあるね。こっちか。
見てつくま席。こっちにはないかな。なさそう。こっちはないんか。こっちか。ここはターザンのところか。ディープジャングルね。ほぼほぼ一撃なんやけど。いてえ、バナナの皮で滑った。魔石系が手に入るみたいですね。あ、クラバーか。特に上になんかあるっていうわけでもないか。奥になんかあるっていう感じですかね。奥にありそう。これの上とかにありそうなんですけど。あ、あった。燃え上がる魔石。ドローを覚えたんですけど、アビリティ的にはどうなんやろうか。1しかないんか。そう、トリニティリミットをちょっとお披露目したいな、どっかで。アトランティカか。お、アイテム、トドロク魔石。ここも、あったあった。AP アップ。ここは AP アップなんよ。なんで？これ上には、天井があるんか。塞がれてる。
AP アップもらったので早速使って、トリニティリミットか、テックアップ、ドロー、プライズアップとかラックアップが欲しいところですよね。ここはブギーの館か。一瞬どこかわからんかった。やべ、膝の裏が痒い。なんでやろ、汗まができんかね。よし、透き通る魔石。なんかおかしかったぞ。特にこの辺になんかあるっていうわけじゃないんかな。上も上がれそうないんで、どこに録音したんや。これか。マッシブバンパー、装備きた。小ぶりですが最も攻撃力の高いやつか。正直グーフィーの盾ってあんまりその防御面が変わらんかったら大丈夫ですよね。っていうかグーフィーの盾って防御するよりも攻撃ですもんね。なんかある、そこに何かある。取りに行きたい。これこっち上がれんのかな。あ、上がれんようになってる。あ、なんか録音できてたのはあいつか。スパイダーか。マッシブバンパーもらったし、もうここは用ないっすね。じゃあ変えるか。よし、最後いけるんやろうか。来たー、よかったー、来れたー。ラストエリクサー、一回誰とも行ってないからな。100エーカーは特になんもないんよね。なんもないで正解ですよね。よし、じゃあ飛び込みますか。
めっちゃ逃げられるんやけど。こっち奥は特に意味がないんですよね、今はね。だからここに入ってと。まずアイテム回収。エリクサー。おお、なんかここ、こっち調べてからやね。調べられるのは一箇所だけか。よし、読むぞ。おお、心より生まれ落ちたる。心なき闇の子ら。なんじらすべての世界を喰らい、果てる世界と、なさしめよ。なんじらすべての心を集め、大いなる一つの心とせよ。一つにしてすべての心、すべてにして一つの心。すなわち、王国の心、キングダムハーツ。それこそは大いなる心。秘めたるは大いなる闇。光を封じる一つの闇へ。今こそ帰れ闇の子よ。キングダムハーツを開くは闇を持たざる心の力。闇なき心は世界に7つ。7つは鍵穴、そして鍵。2人が闇の扉を結ぶ。2つの鍵が扉を結ぶ。光を封じる闇への扉。光あるものを通さぬ扉。闇より生まれし、闇より生まれし闇の実が扉をくぐり回帰する。真珠の闇の中心へ。おお、心より生まれ落ちたる心なき闇の子ら。闇の扉が開く時までありとあらゆる心を貪れ。でエンカウントか。キングダムハーツを開くっていうことが目的なんですかね。で、7つの鍵穴があって、2人の死者っていうか、まあ2人のあれが、おそらく空と陸ってことですかね。他はもう特に調べられそうなものはないと。こんだけやったっけ？出戻るんやったっけ？お、そしたらこうなってば、ここにダイブ。出てきましたけど、こいつ中ボスですからね。ファンタジスタって名前やったと思うんですけど、でグライド状態なので、ネバーランドのフック戦と戦った時と同じ状態です。あ、そうか、ハデス戦の時と同じなんで、炎系の攻撃を僕制限できてるんで、多分こいつ楽そうですね。ガリガリ作ってますし、全然使わんしない。あんなに強くない。やろがして叩きまくりよったら、へい、終わり。
スーパーグライドはでも、スーパーグライドはでも限られてなかったでしたっけ？まあいっか。じゃあもうここには用がないんで先進んじゃいます。ここが ファンタジスタがおったところやったっけ。これ奥に何かあったような気がせんでもないんですけど、気のせいかな。こっちが進む道か。じゃあさっきのところはあ、2パターンあるんか、行ける道が。なんとめんどくさい。で、ここか。ここが、いろいろ意味深なところ。やったっけ。あ、こっちか。この上の天井のところが、さっきのところのもう一つのルートとつながってます。どんどん先に進んでいって、秩序、うわあ、こいつか。秩序ないよね、秩序したら。お前が出てきた。こんな狭いところでこんなやつできてもよ。正直邪魔なだけやろ。歩かないように打ち込ましたろうかなと思ったけど、多分落ちるんよね。ここってデヒーモスやったっけ、オリジナル版。なんかオリジナル版ハートレスの軍団と戦った覚えがあるんですけど、ね、いた、止まった。よし、あ、3連戦か。あ、トリニティリミットしたいな。もしかしたらここが最後のチャンスやったかもしれない。トリニティリミットは、なんて表現したらいいんだろうか。ファイナルファンタジーやから、ファイナルファンタジーっぽく表現はしたいんですけど、思い当たらないんですよね。ドラクエ風に言うと、マダンテなんですけど、3人の全魔力を持って、攻撃をするという、マダンテ的な技なんですね。
が見開けんやろうか。どうにかして何が見開けんやろうか。別にハートレスとの連戦は苦ではないんですよね。大変でもないんですけど、攻撃陣地が強かったんやっていうのがあるんですけど、つけてないからな。つければよかった。よし、今からでも遅くない。つけよう。1だろ。テックアップ。トリニティリミット。あと1あるけど、つけれそうなのないかな。